マルサンホビー動画チャンネルです。オートアート12分の1スケールコンポジットダイキャスト、えー、バリバリ伝説ホンダ CB750F、えー、コマ君ヘルメット付属になります。こちらの、えー、商品はあの、えー、バリバリ伝説という漫画ので、えー、出てくる登場するバイクになります、えー。週刊少年マガジンで連載されていたバイク漫画で。 主人公の駒軍は峠の走り屋でしたがライバルの出現やレースの経験を積んでいき世界最速の GP レーサーになっていくという物語になっていますそしてこちらの、えー、商品ですが全長が約18センチ幅が約6.5センチ高さが約9センチになります タンクとかは金属製でできています。そしてちょっと細部を、えー、ご覧になっていきます。こちらがフロントの方になります。そして、えっ、ー、と、ちょっと、こちらの方に、フロントサスペンションには、あのこのタワーバーがあのついています。そして、えー、後付けでこちらにあのオイルクーラーがついていますで。そのパイピングもしっかり再現されていて、エンジンのこの下の。 オイルパンの方にに行くようになっていますそしてこちらが右側になりますで。このサイドステップの方が、えー、この本来ある位置からあのバックステップといって後ろの側に、えー、セットされておりあのシフトのリンケージもあの変えられています。でこちらが、えー、後ろ側になります。でこちらが えーと左側になりますでこちらの方うも、えー、右側と同じようにステップがこうバックステップに、えー、改良されていますので,でブレーキの方の、えー、レバーも延長されていますそしてハンドルの方がえう、ー、がセパハンといってこういう、えー、本来あるここにあるハンドルをこのところに取り付けていますでこういう低い状態になっています そそれに合わせて、えー、バックミラーも、えー、こちらのタイプに、えー、変更されています。そして、えー、と下側を見ますとこちらの、えー、とマフラーやの方が、えー、集合管で4本の,、えー、この排気管を1本にあのまとめたこの森脇の集合管が、えー、セットされています。こののようにあの駒群の えー、このカスタムバイクの仕様をしっかり再現とした、えー、12分の1の、えー、スケールの、えー、オートバイになります。そしてこちらの方にはこの、えー、駒群が被っていたヘルメットが付属しており、この照英、えー、のヘルメットになるんですけど、この、えー、デザインもしっかりあの忠実に再現されています。非常に光沢もあって綺麗、えー、なヘルメットで オートバイと同スケールですので、これと一緒に飾っておくだけでも、こう物語のこう主人公の一部になったような気になると思います。ぜひこちらの方をご一緒にあのお客様のコレクションに加えてみてはいかがでしょうか。あと、えー、パッケージの方も、えー、ちょっとこういったバリバリ伝説の文字の入ったパッケージになっています。 オートアート12分の1のオートバイの、えー、モデルになりますぜひともあのオートアートさんにはあの秀吉の、えー、鈴木肩の方,の方も出していただきたく思います、えー、こういったあの新製品も続々ご紹介しておりますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますご視聴ありがとうございましたバイバイ